日から3人で練習できるね。嬉しいな。それで最初はどこでライブやるの？え、ライブ？もしかしてさっき何も考えないでただ練習しようって言ってたわけ？そんなことないよ。学園祭でライブやったら青春っぽいかも。まあまずはそれでもいいけど、やるからには本気でやるよ。久しぶりに一緒にやるんだし、ちょっとは緩くしてくれても。ダメ、サキは甘やかすと調子に乗ってずっと甘えるから。そんなことないし。なんか久しぶりに見るな、サキとシホのこの感じ。そうだ、シホのことミクたちに報告しに行かない？うん、そうだね。練習見てもらったし、お礼もいっぱいしなくちゃ。そっか、練習はあの世界ってところでミクたちとやってたんだっけ？うん、ミクちゃんとルカさんがいろいろ教えてくれたんだよ。オナちゃんも一緒に来られたらよかったのにな。それは無理だと思う。ほなみ、中学の時のことまだ引きずってるし。中学？しほちゃん、ほなちゃんに何があったか知ってるの？詳しくは知らないけど、クラスでハブられてたのは知ってる。え？あ、ハブ？ほなちゃんはみんなに優しくて友達もたくさんいたのに、どうして？知らない。私が話しかけても気にしないでって言うだけだったし。志保、ほなみと話してたの？ちょっとだけね。落ち込んでるみたいに見えたし、結局何があったのかはよくわからなかったけど、いちかにもそんな感じだったんじゃない？とにかくもう孤立したくないから、クラスメイトにべったりくっついて行動してるんじゃないの？志保、そんな言い方しなくても。だって昔のほなみはそんなんじゃなかった。誰にでも優しくて、自分の考えも持ってて、間違ってることは間違ってるってちゃんと言えた。今のほなみは違う。クラスメイトの顔色ばっかり伺って自分のことはどっかに置いてきてる。そういうの見るとイライラする。私この間ほなみと少し話したの。え？ほなちゃん、そうだったんだね。そんなの結局逃げてるだけじゃん。私たちからも他の友達からも全然根本的な解決になってない。ほなみは怖いんだよ。それにほなみは優しいから、同じことしたらまた周りの子に嫌な思いさせるんじゃないかって思ってるんじゃないかな。だからってそれでいちかやさきを悲しませて。ごめん、どうしても今のほなみに納得がいかなくて。私だってほなみのこと言えたもんじゃないのにね。志保、ほなちゃんは昔からすごく優しいもんね。志保ちゃんの大事な帽子が川に飛んじゃった時とか、服びしょびしょになるのにすぐ取りに行ってたし。うん、優しいから辛くなっちゃってるんだね。私決めた。ほなちゃんのことバンドに誘うのはもうやめる。さき、それ本気で言ってるの？うん、それが私からほなちゃんへの思いやりってやつかな。自分で言うなって感じだけど、私ほなちゃんが苦しくない方がいいなって思ったの。本当はほなちゃんを一人になってさせないよって言いたいけど、苦しい時そばにいられなかった私がそんなこと言うのは違うなって思って。
ごめん。私、そんなつもりじゃなくて、解決できたらって思って。大丈夫。わかってるよ、いっちゃん。でも、せっかくほなちゃんが今のクラスの子たちと仲良くできてるんだもん。そこに突然、幼馴染だからってだけで、私たちが割って入ったらダメかなって。だから、ほなちゃんの気持ちを大事にしてあげたいな。さて、私たちは私たちで練習しなきゃね。みくちゃんたちのところ、行こう。